10月27日第87回天理教青年会総会が教会本部中庭で開催されました。雲一つない澄み切った青空が広がったこの日のお夜さと、式典開始の午前10時を目指し、続々と青年会員たちが中庭に詰めかけました。理屈の上で式典で壇上に立たれた青年会長である中山善治新柱様は、青年会の成り立ちやその根本の精神について述べられ、陽気暮らしへの道を青年会員の意気と情熱をもって思し召しに沿って歩むよう強く望まれました。その後、会員代表による決意表明に続き、最後に全員で天理教青年会会歌を大合唱しました。